桂久武は、幕末の薩摩藩士、政治家。島津氏文家、日置島津家当主の島津久史風の逸を。長兄は、第29代藩主、島津忠義の主席家老、島津久明。時兄は、お由良騒動で犠牲となった、赤山幸恵。安政2年に、同じ島津氏文家である一諸次兄家の薩摩藩士、桂久明の養子となる。その後、 増子官演舞係方など養殖を務めるが、兄、島津久明が、島津成明派がろうであったために罷免され、それに伴い、成明の死の直後の文久元年には、大島主営法、同行山形に左遷される。この頃に、流刑中であった、西郷隆盛と信仰を結ぶ。源氏元年、大目付となり小松竹明と共に、反論の統一に貢献。 慶応元年には過労に昇格、上落して、桂小五郎を攻遇し、殺長同盟の提携に尽力する。以来西郷から厚い信頼を寄せられ、武力党暴論を支持明治新政府では、明治3年、西郷と共に、鹿児島藩県第三次となり藩政トップを務め、明治4年には、都条県三次豊岡県県三次を歴任し、 同六年と四日県軍令の事例を受けたが、病を理由に断り、帰郷する。帰郷後は、霧島山陸の開拓指導や、鉱山開発の指導を行っていた。明治十年、西南戦争で、西郷隆盛が拒兵すると、西郷側に参軍する。もともと従軍するつもりはなかったが、2月17日に西郷の出陣を見送りに行った際に本位し、 家人に刀を取りに帰らせ、そのまま従軍した。従軍後は、殺軍の市長の責任者を務めた。同年9月24日、城山において、流れ玉に当たり戦死した。去年47、大正5年、15位を追贈された。ありがとうございます。